さあ、それでは続きまして、本日乾杯のご発声を頂戴いたしました日本歌謡指導連盟連盟理事でいらっしゃいます吉澤兵衛先生にお願いいたしましょう。ゲスト、はい、ありがとうございます。勝先生、ね、おめでとうございます。で、上原先生、今日上原先生の胸をお借りして、関東人の憧れの地京都を歌ってみたいと思います。この津の川風、餌木につけて、男船頭の見せならず、磨いた腕で渦巻き綾瀬、するりと抜けりゃ胸にしぶきの花が咲き、ね、京都そして嵐山、関東の人たちにとってはもう本当に憧れの地なんですよ。修学旅行に行った、それっきりなかなか行けない、でも行ってみよう。山の緑を溶かした水が流れて、夜の保津川九段にとろっと列車の汽笛をと、佐賀の今月京、はい、ありがとうございました。で、もうちょっと一言ね。で、前回は8回目だと思うんです。末広がりで、今回は9で、まあ苦しむとはね、言葉整いませんけど、その次は峠を越えればいいんです。勝先生ね、頑張ってください。応援します。ありがとうございました。エールを頂戴いたしました。吉澤兵衛先生で保津の船頭歌でした。